日本共産党田村智子参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日は女性議員が3人続きまして、なぜか3人ともピンクでコーディネートしました。もう気持ちも服装スタイルもですね、本当に一致団結しながら野党頑張っております。日本共産党の田村智子です。先ほどお話しありました森友学園の改ざん前の文書、14改ざんした文書があるって分かっていて、改ざん前のものは一つしか出てきていない。18日には出しますよと言っていたものがなぜか来週になってしまうという理由を正せば黒塗りするのに忙しいんだそうです。そうだそうだ。皆さん、この改ざん問題というのは3月2日の朝日新聞の報道で明らかになりました。もう2ヶ月以上経ってるじゃありませんか。一体財務省は何をしてきたのか、政府は何をやっていたのか。これ18日金曜日に資料が出ればこれまた大問題になるでしょう。当然来週予算委員会で総理を正さなければならないということになるでしょう。土曜日曜のニュースの番組でも大きく取り上げることになるでしょう。それら全てを妨害するために文書の提出を遅らせているのではないのか、あるいは黒塗りももともとの文書の黒塗りだけなのか、改ざん前文書の新たな改ざんでもやってるんじゃないのかと国民が疑うのは当たり前のことなんです。どこが丁寧な説明なのか。加計学園の疑惑もそうですね。先週10日にやっと柳瀬さんへの参考人質疑が実現しましたが、柳瀬さんがお話ししたことは早速中村愛媛県知事から違うと、愛媛の職員や今治市の職員がバックヤードにいたとは何事かと、我々はセンターテーブルに座ってちゃんと柳瀬さんに説明をしたと物的証拠を示して反論しているではありませんか。それなのに今週月曜日に行われた予算委員会で安倍総理は柳瀬さんが丁寧に説明したと、これで疑惑が解明されたかのような答弁を繰り返しました。とんでもありません。加えて私、その月曜日の予算委員会で新たな問題を突きつけました。国家戦略特区を担当していた山本大臣が京都府の副知事と面談をして、その際に2校は認められない、つまりは1校しか認められない、こういう話をして京都に諦めるようにとこう説得するに等しい話をしていた。そのことを示す文書を私たち入手することができたんですね。その後同席していた自民党の西田参議院議員、東京新聞などの取材に答えて2校は難しいという話は聞いた、だけど1校だけだとは聞いていないとおっしゃっているんですが、いや2校が難しくて1校以外何かあるんでしょうか。つまり私たちが入手した文書のこの正しさを自民党の議員も認めざるを得ないっていうことになってるんですね。山本担当大臣は東京新聞の取材に答えて、いやいや加計学園にお会いした時、これは9月に理事長さんと会った時だと思います、加計幸太郎さん、難しいと伝えた、そんな話聞いたことありませんよ。だいたいその1ヶ月足らずの間に獣医学部の新設解禁やるんですよ。その直前に難しいと、獣医学部新設解禁難しいと、そんな見解を大臣が示していたら解禁ができるはずがないじゃありませんか。もう説明はむちゃくちゃなんですよ。こんなデタラメな内閣をいつまでものさばらせるわけにはいきません。もう私も質問していて思います。将棋では当然国民の勝利なんです。私たち野党の追及の勝利なんです。ところが安倍総理は勝手に自分の将棋盤を自分の手前に広げて広げて、王将を隠し続けて、そして自分の駒をどんどん捨て駒に使ってこうやって逃げ続けているだけではないでしょうか。
このデタラメの根源をたどっていけば、あの2014年憲法9条の解釈を一夜にして変えてしまった。そして2015年この憲法9条の解釈を全く変えて憲法を真っ正面から踏みにじる安保法制を通してしまった。これが安倍政権のモラルの崩壊の始まりではないでしょうか。この安倍内閣のやり方に市民と野党の共同は2015年から本当に前へ前へと進んできました。もっとこの力を前に進めて必ず安倍内閣退陣に追いやりましょう。私たち日本共産党も国会の中で野党の皆さんと一緒に頑張り、国会の外で市民の皆さんと本当に力を合わせて大きな運動を広げ、必ず必ず私たちが勝利する。そのために全力で頑張ります。お互いに頑張りましょう。ありがとうございました。